本当にそうだろうか。堂島シェフ、君は君なりに美味を追求しきったというんだな。当然でしょう。俺はこれ以上ない完璧なバランスを組み上げた。たった一人で誰のための料理かもわからないままか。あ、すごいね葉山くん、すごく豊かな香り。当然だろこれくらい。俺は塔月で頂点を取るつもりなんだからな。よし、完璧だな。だがケージャンスパイスに配合している香辛料はもっと粗めに引いた方が風味が立つかな。あ、どう思う、ジュン。味わうまでもなくわかる。君が選抜決勝で出した料理とは明らかに差があるということが。葉山明、君はこの皿に対して真に情熱を持って試行錯誤し抜いたと心の底から言い切れるか。誰かにうまいと言わせたい、その精神が抜け落ちていたのではないか。だったら幸平はどうしてあそこまでできたんだ。お前の情熱はどこから来たって言うんだ。進級試験で生き残りたいっていう思いだけでそこまで貪欲になれるのか。何言ってんだ葉山、お前だよお前、お前に食わすために決まってんだろ。全部お前にうまいって言わせるため、ギャフンって言わせるため、俺が今日まで頑張ってきたのはそのためなんだよ。だから勝負からよそ見されちゃたまんねえんだよこっちは。さあ揚げたてだぜ、お上がりよ葉山。